はい、どうも、土屋です。はい、相変わらず腹小屋がひどいんだけど、はい、えっと、今日は、えちょっとね、1時ぐらいまでちょっと寝てて、夕方過ぎぐらいから、夕方、夕方じゃねえな、夜、9時とか10時ぐらいから寝てて、はい、えっと、まあね、ちょっとね、軽く酒を飲んでて、 あのいっぱいぐらい飲んでてでねあのこれいつも酒飲んだ時いつもだいたいそうでその酒飲んだ量とかあまり関係なくあの酒で眠くなった時って酒が切れいあの酔いが覚めたぐらいでだいたい目が覚めるんよねいつも。で、まあ、今日もその例に漏れず普通に酔いが冷めるであろうぐらいの時間であの12時4 5 0分ぐらいにもう目が覚めて。 今,今に至るんだけど、今もう2時過ぎぐらいなんだけどね。はい。えっと、まあなんかちょっと人のスペースを覗いたりとかしながら、暇を潰して、目を覚まして、今に至る感じかな。はい。えっと、昨日、昨日だったかな昨日だったかおとといだったか忘れたんだけど、あの、新規の新しい、今まで切り抜いたことがない、その、VTuber の子の、 えーと切り抜きだ誰がいいみたいなアンケートをあの取ったんだけど、えー、と今確認したとこ今っていうかさっき確認したところえっ、ー、とまあ多分俺が今までそのえー、とホロライもっとホロライブ元ホロライブホロライブやめた部位の子、まあ言ったらルシアちゃんとか。 えーとマノアロエちゃんとかまあ瞳クリスちゃんとかみたいなこう上げてるからその流れでココちゃんも上げろよっていう感じなんだと思うよねまあ、あと息のね止めるちゃんも多かったんだけどまあこの二人に関してはまあ、こんだけ声があったからまあ頑張ろうかなとは思ってるからその息のね止めるちゃんとキリュウココちゃんに関してはまあ切り抜きを上げようかなとは思ってるんだけどまあこれは後でえーとねそれは別としてこの子えーとなんだっけちょっと待って くらいレトちゃんえっ、ー、とそれこそ桐生ここちゃん桐生ここちゃんっていうか <laughs> まあ,あのケイソン総長とよく一緒にねあのコラボやったりとか絡んだりしてるあの,てあの優しい天使ちゃんみたいなキャラの <laughs> あの子なんだけどえっ、ー、とねこ割と声がかわい割とっていうか結構声かわいいらしくてでまあ,あのゲームとかもね結構いろいろやってらっしゃる方なんだけどなんかななんだっけ なんか結構バカゲーとかが多いから多分あとまあ,あ動物の森とかあの辺かなをやってるイメージがあるんだけどうーん,なんかねこの子の切り抜きを作ろうかなと思ってて実は前からで一応今回のアンケートにもそのレトちゃんを入れたんだけどさすがにちょっと俺のリスナー層に刺さらないらしくてまあそんなにえっ、ー、とまあ 票がぐらい入っもしかしたら3ぐらい入ってるかもしれないけどそれぐらいしかちょっと入ってないくてあのー、ココちゃんとかとメるちゃんには圧倒的に勝てなかったみたいなんでちょっとその票数的にはないんだけどまあ言ったらえっとねなお昨日昨日語ったさ彼女直太ちゃんも同じぐらいしか入ってないんだけどまあその知名度というかまあそういうまあリスナー層的なこともあるんかなちょっとね。 っていうのもあるんでちょっとまあその需要がそれほどあるのか分かんないけどまあ言ってもね個人税としてはかなりでかい存在なんでそのフォロワーフォロワーというかえっ、ー、と登録者数とかもそうだし知名度とかでも結構かなり有名だと言ってもいいと思う個人税の中ではね。そうういう人なんでまあ うん、アドもあるし俺,俺自身がこの子に興味があるしビジュアル好きだしこの髪型というかで声も好きだしまあ作らない理由ねえかなと思うんであとねあのアマウもアマウシロップちゃんも結構あの表が入ってたから、まあ、これもねもう前から作ろうと思ってるんだけどまあ結構ねあの特にアマウに関してはめちゃくちゃその。 知名度がが電気代の件でさめちゃくちゃゃく上ってだからだからその切り抜き作ってる人がめちゃくちゃ多い人に関しては俺が作る理由ねえかなっていうところがあって俺そんなに上手くないし編集だから編集が上手い人が作ったやつを見てほしいなっていう感じだからそのまあレトちゃんもねまあまあまあ,まあいるっちゃいるんだけどそ,そこまで多くないかなと俺の観測範囲では。 桐生ココちゃんなんかいくらでもまあ言ってホロだからねあれなんだけどただまあその要望があったからなそれは作ろうかなとは思ってるんでまあとりあえず今想定してるのは桐生ココちゃんとえっ、ー、と息の根止めるちゃん止めえらとえっとこの上倉怜トちゃんとえっ、ー、とアバウシロップちゃんこの4人かなとりあえず今計画してるのはこの4人ですねはい。 えとなおたんも一応計画はしてるんだけど、これはまあ別枠ということで。はい。まあそんな感じで、ちょっと鼻声がひどいんで、今日ちょっとこの辺で終わろうと思います。はい。ロズケアでした。バイ。